皆さんこんばんは。もうすぐ50です。今日の動画は料理の裏技を一つご紹介したいと思います。その裏技は簡単に鶏ささみ肉の筋を抜く方法です。それでは早速キッチンに移動したいと思います。はい、早速キッチンに来ました。今日使うのはこのペンチ、それとここがポイントなんですが、まだ割ってない割り箸です。それとささみ肉ですね。はい、それではですね、裏技でささみの筋を早速抜いていきたいと思います。まず最初にですね、このささみの筋の根元をですね、しっかりこのペンチでつまみます。その後にこの根元のところを割り箸でこう挟みます。それ両方広げるような感じで逆方向に動かします。こんな感じですね。はい、はい、これで筋が取れました。もう一本やってみますね。筋は根元をしっかり左手でペンチで挟みます。次に割り箸で挟みます。ギュッと両手を広げる。はい、取れました。もう一本やってみたい。根元をしっかりペンチでつまみます。割り箸で押さえます。両腕を開くように。はい、きれいに取れました。はい、以上が裏技になります。よかったら皆さんも真似してみてください。はい、皆さん最後までご視聴本当にありがとうございました。今日の動画が少しでも役に立ったなと思ったらグッドボタンお願いします。それとチャンネル登録もぜひお願いします。皆さんおやすみなさい。